わーん、もう、どうするどうするリロードだよなあー、ブラッドボルスがシンプルに強いやつ。シンプルにブラッドボルス強いやつ。エンドです。ボンコツの意地引けないのきちい。ボンコツの意地引けないのきちい。きちい。きちい。ブラックシャインエンジェルさん？ブラックシャインエンジェルさん？ボンコツの意地引けないのは辛いけど、棺を引いてないのは偉い。あまりにも偉い、棺を引いてないのは。ブラックシャインエンジェルさん。ボンコツ引け。ボンコツ引いたらまで世界が変わる。世界が変わる。世界が変わらない。あいつ殺していいのかな。まあやるか。ブラッドボルス殴りますね。お前を救済してやろう、ブラックシャインエンジェル。よし。でもブラックシャインエンジェルまた出てくるかもしれない。あいつコキ使われてるから。いや、ブラックシャインだわあいつ本当に。死んでも死んでも持て遊ばれて。でも普通のファラオデッキよりはソウルテイカー1000回復します。ありがとうございます。でも死にます。1000回復だよね。でも死にます。結局400ダメージを受ける。まあそれはいいんじゃ、まあ、それはいいんじゃよ。わしはね、わしはそりゃいいんじゃ。はーい、ドロー。きちい、きつすぎ。今バニラ引いてもしょうがねえんだよ。ポンコツファラオ頼むよ、頼むよ。やばい、このままだと棺すら拝めないまま俺は死んでいく羽目になる。それはね、非常にまずいね。何かここやり直せる。俺の人生大王目玉って何効果。自分のデッキの上から5枚まで確認し、好きな順番でデッキの上に戻す。地味に強いな。地味な強さあるな。地味に強いな。この環境においてちょっと強いな。引きたいカード持ってこれるのは。まあまあ、いいでしょう。だがバトルフットボーラーは硬い。時間を稼いでくれ、バトルフットボーラー。多分俺のアンデッド族じゃちょっと心もとないからな。ドロー。強い強いけどフットボーラーじゃないな。いやーでもどうどう、これゾンビ、ゾンビ行く行かない。いやーでもむ難しいところですけど行きます。行こう行こう、行くしかないよ。行くという選択しかない、俺たちに残されているのは。おれ、デーモンの召喚いいぞ。ファラオより強い。このままだと。いや、マジファラオと一緒なんだよな、デーモンの召喚。やばい、このデッキ、ファラオへの冒涜かもしれん。何これ。これ何すか？デーモンの宣告。500払い、カード名1つ宣言し、自分の上でデッキをめくって宣言したカードだった場合、それを手札に加える。なるほど。なるほど、面白い。大王目玉との相性が良すぎる。ライトニングボルテックスだと？お前ふざけるな、デーモンの召喚さんが死んでしまうじゃないか。いや、お前同じデーモンだろ、デーモンのヨシミだろ。デーモンのヨシミでそこをなんとか、デーモンのヨシミでなんとかしてくれよ。あれはもうハーピーで割らないとダメだな。まあライボルはねしょうがないね。魔球で対抗しろ、なんとか。そこを魔球でなんとか対抗しろ。だが相手の場にはまだブラックシャインエンジェル一匹。一体飲みよう。うわあ、ボンコツの意地を引け。ファラオお願いします、ファラオお願いします。ここで引けないとまずいんです、ファラオ。うん、強い。うん、ちょっと強いね君これね。ハッピーのハニーボーキー止めてくるかね。止めれそうなカードあるね。なんだあれ、魔導書整理ってなんだっけ。
デッキの上を3枚確認し好きな順番で戻す。なるほど。でもお前がいじった後ではないのか。もうあ、シャインエンジェルでシャッフルされてる、もしかして。わからん。デッキの上いじりよって、セットして終了。いや、セットして終了。このシャインエンジェルをどうするかだよな。頼む、これはブラフなんだ、割らないでくれ。いや、ここはもう受けよう、受けるしかない。頼む、弱い、このデッキ弱いよ。頼む、でも1枚で変われるんだ、1枚で未来が変わる、ポンコツ1枚で未来が変わるんだ、頼むって。ほーと、行こう。レッツゴー、レッツゴー、マーダーサーカスゾンビ、お前が代わりに戦え。レッツゴー、マーダーサーカスゾンビ、攻めるしかねえ。セレモニーベル、お互い手札が公開される。今一瞬見えたけど、ちょっと待って、覚えてなかった、ちょっと待って、ちょっとびっくりしすぎて覚えてなかったんです。一瞬手札見えたの、草。一瞬手札見えたの、ちょっと面白すぎるだろ。ちょっと待って、全然見てなかった。いや、もうちょっと見とけばよかったな。ちょ、セレモニーベルにびっくりしすぎて、マジ手札見てる余裕がなかったな。びっくりした。チラチラ見てただろう。弱い、このデッキ。誰だよ、このデッキ考えたやつ。800じゃ、シャインエンジェルも取れねえじゃねえか。でも、シャインエンジェル取っていいのかな？取ろう。こうすると、デッキの順番が変わるでしょ。ログで見れる。ログで見れる。いいわ、もう、めんどくせえ。もう、正々堂々戦う。正々堂々行こう。セレモニービルさん、見せてくれるんですか？見たところでじゃね？見たところでだわ。すまん。すまん、見たところでだった。大逆転クイズって何？自分の手札とフィールドの上のカードをすべて、墓地、フィールド上のカードすべてを墓地に送って、自分のデッキの一番上のカードを当てた場合、相手と自分のライフが入れ替わる。怖いね。デビルランケンからの大逆、いや、無理だな。お前もうデビルランケン使えないもんな。惜しかったね。デビルランケン大逆転クイズデッキか。だが惜しかったの。いや、恐ろしい。危ない危ない。あとライフが100でもあったら、大逆転クイズで死んでいたよ、私は。おお、危ない危ない。でも回復するカード入ってそうだよね。ちょっとまだ手札見たいから、こいつ放置でいいな。ちょっと、利用させてもらうぜ。ただ俺の伏せカード全部バレる。バトルフットボーラーバレる。頼む、気づかないでくれ。頼む、気づかないでくれ。俺のバトルフットボーラー、今ちょっとちょうど飲み物を飲んでいてくれ。頼む、気づかないでくれ。俺のバトルフットボーラー。で、これ何伏せたやつ全然見てなかった。大王目玉か。大王目玉ちょっとまずいか。ちょっとまずいね。気持ちまずいか。まあでもしょうがない。しょうがないね。大王目玉取らなきゃいけない。頼む、気づかないでくれ。てかさ、引きが弱すぎる。引き弱くない？なんでこんなバニラ組んだよ。半分ぐらいしか入ってないぞ。半分以上バニラ引いてんじゃないか。強いカード固まってるよ。これ多分、まずいよ。次で神ドローしないとまずい。本当に、ファラオの片鱗すら今引けてない。それは助かるね。キラートマトだ。やだ、キラートマトをセットする気だぞ。やだ、絶対キラートマトセットする。キラートマト守備力覚えて。1100。突破できるやつ、いません。サーカスゾンビしかいません。あ、攻撃表示。バトルフットボーラーに攻撃してくれ。頼む、バトルフットボーラーに攻撃してくれ。頼む。何？自分から、自ら突っ込んでくるというのかね。ライフを入れ替える気か。貴様、大逆転クイズで。地道に大逆転クイズでライフを入れ替えて、デビルフランケンか。そこからのデビルフランケンか。貴様、まさか。貴様、そこからの。いや、待て、お前、それ以上は良くない。それ以上は良くない。ダメだ、ここは止めないとまずい。それ以上はまずい。俺もライフ減らさないとまずいな、これ。危ねえ。危ねえ。それ以上させん。そういうことか、貴様。俺も5000以下にしないとまずいのか、これ、ライフ。
ちょっと待って、さまよえる亡者でセレモニーベルに突っ込むワンチャンだな。いや、これ、マジであるな。マジでデビルフランケン怖すぎだろ。サーカスゾンビさん。突っ込みましょう、共に。共に突っ込みましょう。え、強っ。え、サーカスゾンビ強っ。え、これ超えられる？超えられない。いや、一回5000以下にしないとダメ。ただし。痛え。俺もちょっと削らないとダメだな。まあ、ライフ調節めんどくせえ。難しい。これどうしたらいい？ライフ減らして。よいしょ。よし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 。これぐらい減らせばもういいでしょ。おー、怖えよ、お前の戦略。デビルフランケ1枚で俺の戦術がめちゃくちゃ変えられてしまった。何の勝負だよ。何？デビルフランケ、お前が自ら。やばい、ライフを減らしに来る人、こいつ。ソーアさん、やばい、ライフを入れ替える気か、貴様。まずい。お前、ライフを入れ替える気か。だが、伏せカードがなければ。伏せカードがなければお前は入れ替えて大逆転クイズだが、サーカスゾンビがいるから俺の3800が削り切れる。きっとそう。大逆転クイズだ。大逆転クイズ。いや、お前に当てられるものか。当てられた。ただえ、これ俺にダメージ飛んでくんの？ちょっと待って。あ、風魔手裏剣の効果で死ぬのこれ。うわ、ふざけんなよー。風魔手裏剣か。風魔手裏剣、お前やられたわ。そういうことが。風魔手裏剣の効果でダメージ食らうのか、これ。マジか、見事だったわ。そういうことかよ。やられたぜ。いや、それはうまかったわ。それはおもろかったわ。完全にやられた。完全に俺勝ちを確信してたぞ。